脳性ナトリウムリニオペプチドは心臓から分泌されるホルモンである。種として心室で合成される。BNP そのものに利尿作用があり、心不全治療薬としてのネプリライシン阻害薬が上司されている。血中の BNP は心不全の状況を速やかに反映すると考えられている。健常者の BNP の基準値は18ピコグラム、ミリリットル以下とされている。 心疾患の有無や早期心不全のスクリーニングには50ピコグラムミリリットルや100ピコグラムミリリットルが妥当とする意見もある。また22ピコグラムミリリットルをカットオフとすれば心不全の診断において感度97%、得意度84%であるというデータもある。急性心不全では100何 ?L をとすると感度95%、 得意度63%、陽性的中率67%、陰性的中率94%とする報告や、100ピコグラム、ミリリットルをカットオフとすると、感度94%、得意度70%であるという報告もある。BNP 値は100ピコグラム、ミリリットルを境に、その後の経過観察中の、心血管イベント発生率に、 大きな差が見られたという報告もある。治療効果の指標として BNP についてありがとうございます。